はい、谷口総一です。今日はですね、心電図コミュニティにいただいた相談に対するお答えをしていきたいと思います。どういう相談が来たかなんですけども、A さんですね、まあ、前回も A さんが質問してくださったんですけども、2つ同時にですね、もう1つの質問をくださってます。これどういう質問かというとですね、S1、Q3、T3 波形ってどんな波形ですかということですね。はい。これですね、実は、前回もお答えしております。前回というかノートにあると思いますので、この心電図コミュニティ内のですね、ノートにあると思いますので、そこでですね、S1、Q3、T3 の解説をしていますので、できればですね、そちらを見てください。今日はですね、それに対する補足という意味で、これがですね、まあ、どのような形で起こるのか、まあ、なぜ起こるのかということに対してですね、お答えしていこうと思います。で、A さんがですね、ここにですね、はい。まあ、資料を載せてくださってますね。すごくこう、勉強されてますよね。すごいなと思って、前回もですね、資料を載せてくださってたんですけども、はい。で、ここの真ん中ぐらいですね、S1、Q3、T3 波形から、肺塞栓症の存在に気づくことがあるというふうに書いてあります。ここですね、ここ。はい。があるというふうに書いてあるということですね。じゃあ、で、これはまあ、まあ、簡単に言ってもどういうことかというとですね、あ、これに対してですね、なおさんがですね、波形をつけてお答えくださってますので、まずそちらを見てみましょう。これですね。はい。なおさんいつもありがとうございます。はい。まあ、どこで起こるかなんですけど、S1 っていうのはですね、この一誘導ですね、C 誘導の一誘導ですね、第一誘導ですね、第一誘導で SR が出ますよって、このちっちゃい S がここで出ますね、QRS ですね、ここ、SR が出ますよ。これがですね、S1 と言われるんですよね、S1、第一誘導で SR が出ますよということです。次にですね、Q3 っていうのはですね、この3誘導、第3誘導で Q 波が出ますよということですね、この下向きですね、この下向き。もうちょっと大きくしましょうか。はい、これですね。この下向きの波形ですね。下向きの波形。ここが9波が出てますよ。これが、まあ、Q3 のところですね。3誘導で9波が出ますよということですね。そして T3 ですね。T3。はい。これが T 波がですね、はい。3誘導で T 波が引転しますよということなんです。T 波が引転しますよ。この特徴を捉えれば、SY、Q3、T3 と、この3つをですね、合わせたものが、こういうふうな言葉になっているということですね。なので、S1、Q3、T3 と聞くとですね、何これって、こう、ちょっとね、あれなんですけども、まあ、一つ一つこう、紐解くとですね、まあ、そういうことだよって、1誘導で SR が出てます、3誘導で9波が出てます、3誘導で T 波が引転してますよ、ということですね。で、これですね、一応ですね、こういう見方があるということなんですけども、これもですね、まあ、なおさんもお答えくださってますけども、これがね、絶対というわけではありません。これ、20-30% ぐらいだと思います。肺梗塞の中でもこの症状が出るのが 20-30% ということなので、これだけでですね、この肺梗塞が出るかという、肺梗塞が分かるかというと、これだけでは分からないと思います。で、臨床ではどういう使い方をするかというと、肺梗塞が疑わしいと思った時に、まあ、こういうことがですね、頭にあると、もしかしたらということで、この、Q3、T3、これをですね、まあ、こう、頭の片隅にあればですね、その目線で見るということなんですけど、普段ですね、こういうことはですね、もう全く、心電図見るときには、まあ、考えてないので、そういう疑わしいときだけこれを使うというのがですね、まあ、一般的かなというふうに思います。でですね、これがですね、じゃあ、なぜ出るのか。なんですよね。なぜ出るのか。そもそもですね、肺梗塞ってどういう病態になるのかということなんですよね。どういう病態になるか。肺梗塞。はい。肺梗塞っていうのはですね、肺にですね、血流が通らないような状態ですね。まあそこに、例えば血栓があったりとか、そこに異物があったりとか、という時にですね、まあ急性肺梗塞と言われる状態になります。なので、それはですね、肺に血液が通らないということですので、循環動態はどうなるかっていうと、どうなりますか。肺に血液が通れない。その前にですね、もうブロックされている何かがあるんです。肺に行かないわけですよね。ということは、皆様の質問とか疑問とかっていうのはですね、もうみんなの質問疑問と同じなんですよ。谷口総一が動画を持って全員に配信します。そうすることによって人の相談を皆様も聞ける。皆さんの相談が人の役に立つ。いろんな方がですね、相談をしてくださいます。そういった意味で他のメンバーの方もですね、こうやって答えてくださるんですよ。資料までつけて答えてくださったりもします。この動画がもうですね、100本以上溜まりました。こうやって一人一人に返信させて、その動画はもう今、この入った瞬間に100本の動画すべて見ることができます。で、今ですね、これ医療系で今最大になりました。ダントツで1位です。これはですね、本当に臨床に役立つことだけをですね、やってます。経験に変わるようなコミュニティを作っていったり、いろんな人の経験が入ってきますよ。それがあなたの知識になって、そして経験値も上がっていくと、そのようなコミュニティとなっております。